というわけで、DIY ということで、実は私の大阪の自宅は築70年の、まあ、古民家といいましょうか、に住んでまして、こんな感じで、リフォームしながら住んでますんで、床を張り替えさせていただきたいなと思います。床の張り替えのお手伝いに来ました。はい、この畳の床をフローリングにしていくわけですね。見てこれ。張本さんが現役の時の仕事。えぐ。何年ですか。昭和42年。こんな感じに仕上がりました。ということでしょう。出た、劇的あったいや、めちゃくちゃいいですね。これがしたかったなその家の外側ですね、外壁の見た目をちょっと良くしていこうかなと思います。ちなみにですね、この今僕が登っていた脚立なんですけれども、ファンの方からいただいた脚立でございます。はい、差し入れで、はい、いただいた脚立です。この色に、塗っていきたいと思います。合うんかな、どうなんやろ。これでいいんかな、わかんないですけど、いきます。はい、いやね、だから大変近所やな。そうですよ、俺最初しながら業者でしたから、いやびっくりした。はい、こんな感じで自分の家をね、家の前でしてるわけ。はい、そうです。あー、これ大変やね。自分の養生もやってるんですよ。あ、はい、なんでね、はい、でこうやってね、喋ってるうちにね、はい、天気が変わりそうでね。あ、そうです。今度降ったらちょっと村が出ると思う。早せやお前。あ、いや、なんだった。ありがとうございます。まあちょっと色のムラはありますけども、まあまあまあというところで色塗りは完成です。あとこの完全に忘れてましたけど、枠、窓の枠、これもちょっと塗り直したいんで、ここはまた後日塗り直そうかなと。さあ、そしてこのぐちゃっとなってる、以前に固める砂みたいなんで固めたんですけど、割れてきちゃってるのと見た目がやっぱりよろしくないので、ここをきれいにしていきたいと思います。というわけで、使うのはこれですね。はい、これちょっと僕も見て、あ、便利やなと思って、これ実は紐でつながってるんです。なんでこういうタイプ、これはめちゃくちゃ多分便利で見栄えも良くなると思うんで、灰岩はなんか切っても使えるらしいので、切っていきたいと思います。うん、これいいね、これ崩れる心配ないからいいですよね、こう乗っても。キワキワまできっちりね、詰めてたんで。はい、というわけで2日目です。この窓枠をきれいにしていきたいと思います。これね、ちょっとサビが出ちゃってるんで、サビの上からそのまま塗れるというペンキがあったので買ってきました。
ほい。ちょっとアイボリーチックなカラーにしました。完成。はい、というわけで、床と、壁、そして、柵をできたので、このね、剥き出しの塩ビを、簡単ではありますけれども、ちょっと目隠ししていこうかなと思います。買うのはこちらですね、フェイクグリーン。はい、これを施工していきます。ここに取り付けたらちょうど隠れるんじゃないかなと思うんで、これをちょうど合う長さにいきます。これで結束バンドで止めていきます。表情を剥がします。逆にここも塗った方が良かったんだな。これというわけで、なんということでしょう。割といい感じになったんじゃないでしょうか。ねえ、いい色やし、ここ白にした方が良かったですし、すっきりしました。はい、というわけで、こんな感じで自宅は DIY をしながら住んでますので、皆様もぜひ、ね、お越しください。すいません、適当なこと言いました。あんま来られても困るんで、来ないでください。